アンドレ・ポラードは、南アフリカ共和国、西ケープ州出身のラグビー選手。フランストップ14モンペリエ所属。南アフリカ代表。基本的なポジションは、フライハーフだが、センターとしてもプレーする。ユース世代は、ケープタウンのウェスタンプロバンスというチームでプレイし、U-13 世代以降の代表を経験。2012年7月に、プレトリアのブルーブルズに参加。 並行してプププレレトリアア大学のラグビーー、部ップタッタクスでもプレー注目を集めるブルーブルズとは2017年、さらに2019年まで契約を延長。2014年からは、ブルーブルズが主体となって結成された、スーパーラグビーブルズでもプレーする。2015年6月、ブルーブルズは、ポラードが2015年11月から2016年1月までの3ヶ月契約で、 日本のトップリーグ NTT ドコモレッドハリケーンズに加わることを発表。2016年のスーパーラグビーのシーズンに合わせた短期契約ではあったが日本でもプレーした。2014年のイヤーブジュニア世界選手権終了時に代表に招集。フライハーフのパトリック・ランビーとヨハン・グーセンが負傷し、モルネスタインが所属クラブのスタッド・フランセ側の理由で離脱したという事情もあり。 スコットランドとのテストマッチの先発メンバーとして起用されるために招集されたものであった。2014年6月28日にポートエリザベースでデビューし、13得点を挙げ、55から6の勝利に貢献した。同年のザラグビーチャンピオンシップのメンバーにも招集され、ロフタス・バースフェルドでのアルゼンチンとの開幕戦を含め、6試合中5試合で先発出場を果たす。 しかし、2016年2月、膝人体損傷により、長期の戦線離脱。ポラードは、2019年のラグビーワールドカップに臨む、南アフリカ代表に選出。大会を通じて2回のコンバージョンと6回のペナルティを記録し、チームの3大会ぶり3度目の優勝に貢献した。ポラードのテスト試合記録は、以下の通り。ありがとうございます。